それではただいまよりサイエンスアグラ2014あなたと作るこれからの科学と社会開幕セッションを開会いたします。本日は皆さんお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。開幕セッションは私科学技術振興機構 JST の大竹が進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会にあたりまして主催者であります科学技術振興機構理事長中村よりご挨拶申し上げます。中村理事長ご登壇。皆様おはようございます。科学技術振興機構 JST の中村でございます。うまい具合に台風が1日早く過ぎてくれまして、今日は台風一過、素晴らしい秋晴れの日になりました。朝早くからこのサイエンスアゴラ2014の開幕セッションにお越しいただきましてありがとうございます。とりわけ大変今公務ご多忙中のところですが、松本洋平、内閣府科学技術政策担当大臣政務官、また文部科学省の方からは土屋貞夫、文部科学審議官、また経団連からは長里義彦、産学連携推進部会長さん、総合科学会から原山優、総合科学室イノベーション会から原山優子議員さん、ほか多数の皆様にご来賓の皆様にお越しいただきありがとうございます。また海外からも今回、たくさんの、その方に、来ていただいておりますが、このセッションでもスワピーター・グルックマンさんからお話を伺うことになっております。ニュージーランドの、科学技術首席科学首席顧問のスワピーター・グルックマンさんでございます。ありがとうございます。本日から3日間にわたりまして、この日本科学未来館中心にこのお台場地域においてサイエンスアグラ2014を開催することになりましたので、一言主催者代表してご挨拶申し上げます。サイエンスアグラは科学と社会をつなぐ科学コミュニケーションの実現する広場として、これまでも科学コミュニケーターの専門家のみならず、科学コミュニケーションの専門家のみならず、すべてに開かれた科学イベントとしてやってまいりました。今年で9年目を迎えます。我々は2011年にその大震災あるいは原子力発電所事故という大きな苦い経験をしたわけです。とりわけそれ以来科学と社会の関係というの重要性を認識しておるところでございます。最先端の研究成果を社会に導入するためには、研究開発に直接携わる者と社会市民の皆様方との対話や協力が不可欠になっているというふうに認識しております。社会の中の科学、社会のための科学という考え方が今や世界的に認知されます中で、我が国もそのような動きを一層加速して、あるいは深めていきたいと考え、このサイエンスアグラがその一助になることを願っているものでございます。このような認識のもとに、今年のアグラはあなたと作るこれからの科学と社会を開催テーマに掲げております。これまでのサイエンスコミュニケーターの皆さんの活動を含めて、いろいろな方々に参加してもいただこうというものでございます。特にその大学、行政、メディア、産業界など科学技術に携わる多数のステークホルダーのにお声掛けをしました。また海外からの著名な有識者にも参加していただくことになりました。そういう意味でこのサイエンスアグラはまた新しい一歩を踏み出したというふうに考えております。この開幕セッションとそれから6つのキーノートセッションでは、科学技術をめぐりますさまざまなテーマについて、ステークホルダーやの皆様方の討論対話を予定しております。ぜひ皆さんもこの後も引き続きご参加いただければと
思います。また、合わせて実験、あるいは工作教室や、まあ、サイエンスショー、展示デモンストレーションなど、小さなお子さんや市民の皆さんに、科学の知識を楽しんで伝える、楽しんでもらうという企画も準備していただきました。多くの方々に足を運んでいただいて、本日から3日間、様々な科学に触れ、大いに考え、楽しんでいただくことを願っております。今回のサイエンスアゴラ2014の開催にあたりましては、この会場であります、会場になります、独立行政法人産業技術総合研究所、東京都立産業技術研究センター、独立行政法人日本学生支援機構、国際研究交流大学村、それから東京臨海副都心グループが共催団体として担っていただきました。また、内閣府、失礼しました。株式会社フジテレビジョンには、ご協力をいただいております。さらに内閣府文部科学省や日本経団連、はじめ23の機関や団体に講演していただいております。この場を借りて関係者、皆様方にご支援、ご協力に対しまして感謝申し上げます。以上、開会にあたりましての私のご挨拶といたします。ありがとうございます。それでは本日はご来賓として、大変お忙しい中、数々の方がお越しになっておりますので、再度ご紹介を申し上げます。内閣府より、松本洋平内閣府科学技術政策担当大臣専務官。文部科学省より、土屋貞之文部科学審議官。日本経済団体連合会産業技術委員会産学官連携推進部会部会長長里義彦様。それではご来賓の方からご挨拶のお言葉をいただきたいと存じます。それでは松本専務官よろしくお願い申します。ただいまご紹介をいただきました、内閣府科学技術政策担当大臣政務官の松本洋平です。サイエンスアゴラ2014の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。科学技術の進展は目覚ましく、私たちはその恩恵を様々な形で得ております。皆様もご存知の通り、我が国の3人の研究者が発明し、今年のノーベル物理学賞が授与されることとなった青色 LED はその代表的な例でございます。現在、安倍政権では科学技術イノベーションを経済復興の原動力として位置づけ、科学技術イノベーションの政策の司令塔である総合科学技術イノベーション会議のもと、関連施策を強力に進めさせていただいております。具体的には、府庁や分野の枠を超えまして、基礎研究から実業化、事業化までを見据えて研究開発を推進する戦略的イノベーション創造プログラム SIP や、ハイリスク、ハイインパクトな研究開発を推進する革新的研究開発推進プログラム、インパクトを今年度から開始するなど、国を挙げまして、科学技術イノベーションへの取り組み体制を構築しているところでございます。科学技術イノベーションを創出するためには、国民の理解と信頼が重要であり、そのためには科学技術に触れる機会が欠かせません。私事ではありますけれども、地元の東京国分寺は、日本の人工衛星や準国際ロケット開発の原点とも言われ、日本で初めて実験用ロケットであるペンシルロケットの水平発射実験が行われた地でもあります。こうしたつながりもありまして、私自身、科学技術には昔から関心を大変高く持ってまいりました。サイエンスアゴラは、このような科学技術イノベーションに対する国民の理解と信頼を深め、これを活用したより良い社会の実現を思い描くきっかけになる場といたしまして、これまでその役割を大いに果たされてまいりました。その実績を高く評価をするとともに、そうした活動に対しまして心から敬意を申し上げる次第であります。さらに科学技術イノベーションが社会に与える影響が以前にも増して大きくなっている現状に鑑み、今年からは新たに産業界や我々政策サイドにも対象を拡大し、
この後に続くご講演やパネルディスカッションに見られますように、より多様なステークホルダーが参加する場へとサイエンスアングラを発展させることとしたとお伺いをしております。現在内閣府では平成28年度から始まる第5期科学技術基本計画の策定に向けまして検討を進めております。この中では計画の推進にあたって国民とのコミュニケーションが重要であると認識をしており、その意味で多様なステークホルダーが一堂に会し対話を重ね、共通認識の醸成などを図る場であるサイエンスアゴラの取り組みに大きな期待を抱いております。このようなサイエンスアゴラの成功を心より記念するとともに、関係各位のご尽力に感謝を申し上げ、私松本洋平からのご挨拶とさせていただきます。平成26年11月7日、内閣府科学技術政策担当大臣政務官松本洋平、本当に本日はおめでとうございます。山本政務官、大変ありがとうございました。プログラムでは、この後予定しておりました山本文部科学大臣政務官が急遽お越しになることができないということでございます。したがいまして山本政務官のご挨拶を土屋文部科学審議官にご代読いただきます。それでは土屋文部科学審議官、よろしくお願い申します。文部科学省の文部科学審議官をしております土屋でございます。今ご説明いただきましたが、本来であれば文部科学大臣政務官の山本智弘からですねご挨拶申し上げるところ国会対応がございまして大変恐縮ですが、私の方から代読させていただきます。本日サイエンスアゴラ2014開会セッションの開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。今年のサイエンスアグラは、あなたと作るこれからの社会と、科学と社会をテーマとして、科学の楽しさを伝えるにとどまらず、科学技術をめぐるあらゆる課題、社会の未来像について、これまで以上に様々な立場の方々が参加し、科学と社会の関係について考え、情報を共有し、対話を行う場であると聞いております。これらの取り組みは科学技術によってより良い社会を構築していくための第一歩だと思っております。現在我が国は東日本大震災からの復興再生をはじめ、歴史に類を見ない超少子高齢化など様々な課題に直面しています。他方2020年の東京オリンピックパラリンピック開催の決定や、先月にはノーベル物理学賞を日本人が受賞するなど明るいニュースもありました。明るい兆しが見えている我が国が活力ある日本の復活に向けて科学技術によるイノベーションを生み出し、さまざまな価値を創造していくことが重要だと考えております。成長戦略の重要な柱である科学技術イノベーション政策を推進するためには、社会と科学技術イノベーションとの関係深化に向けて政府や専門家が国民の期待や社会的要請を的確に把握し、国民との対話やリスクを含む科学技術にかかる情報提供を一層進め、国民の理解、信頼と支持を得ることが不可欠です。そしてその根底にあるのが科学技術コミュニケーションです。サイエンスアグラにおいて、ここに集まる方々がそれぞれの垣根を越えて共に考え語り合うことで、科学技術と社会とのより良い関係の構築につながることを大いに期待しています。最後になりましたが、サイエンスアグラ2014の開催のためにこれまでご準備されてこられました科学技術振興機構、また各企画の主催者をはじめ関係者の皆様に深く敬意を表するとともに、3日間にわたる盛大なイベントの成功を記念いたしまして、私の挨拶といたします。平成26年11月7日、文部科学大臣政務官山本智弘代読でございます。土屋様、どうもありがとうございました。それでは日本経済団体連合会、長里様、よろしくお願いいたします。
ご紹介に預かりました経団連の永里でございます。本日はこのような場で産業界を代表してスピーチできることを大変ありがたく思います。サイエンスアゴロが今年で9回目を迎えられたこと、心からお喜び申し上げます。本イベントは科学と社会の関係が深まっていく中、科学に関係する産業界、学術界、行政、メディアといった全てのステークホルダーが一堂に会し、意見交換を行う場として大変貴重なものだと考えております。さて、申し上げるまでもないことですが、人類の歴史を振り返りますと、その発展の節目には必ずと言っていいほど科学技術の影響がございます。18世紀に起きた産業革命によって、蒸気機関をもとに生産システムの変革が行われ、農業経済から工業経済へと進化を遂げました。そこから200年後となる20世紀の後半には、インターネットをはじめとした IT 革命が起こり、21世紀に入った現在は、知識経済化とも言われ、情報知識の生産、消費が極めて大きなウェイトを占める時代となっています。農業経済の時代には土地が、工業経済の時代には資本が競争力の源泉でした。情報知識を生み出す産業が主役の知識経済の時代においては、人材こそが競争力の源泉です。さて、人類は現在地球環境問題、資源、エネルギー、水、食料の制約、貧困、感染症等さまざまな課題を抱えております。こうした問題を解決できるのは科学技術の力を置いて他にございません。産業界としては科学技術こそがグローバルな課題を解決し、人類の明日を切り開くものであり、我が国はそれを実践できるフロントランナーに位置していると確信しております。我が国は人口減少の時代に入り、このままでは GDP が将来に向けて大幅に減少していきます。人口減少化で成長を遂げるためには、生産性を高め、競争力を向上させることが必要です。こうした考えに基づき、経団連では、未来創造型技術立国というキーワードを提唱しております。未来創造型技術立国とは、企業が積極的にリスクを取って、果敢に研究開発、技術開発に挑戦し、世界に先んじて新市場を創造し、率先してビジネスモデルの革新と産業構造の転換を進め、国の経済を力強く牽引する新産業、新事業を起こすものであり、世界的な課題の解決にも貢献するものであります。我が国にはすでに世界から高い評価を受け、国際的な貢献を担っているライフサイエンス、環境エネルギー、素材等の優れた技術がございます。ロボット技術などを活用して新たな産業が大きく開花するポテンシャルもございます。産業界としても、それら技術を強化し、我が国全体に旺盛なダイナミズムを取り戻したいと考えております。本日こうした場で、行政、学術界、産業界、メディアなどがそれぞれについての理解を深め、より一層協力していくことは大切であり、大変貴重な機会であります。10年目となる来年以降もこうした取り組みを続けていただきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。長里様、どうもありがとうございました。それでは海外からもメッセージをいただくことになります。まず最初は中国科学技術協会、キャストからメッセージをいただいております。本日は中国科学技術協会国際交流部事業局長チェン・ジェン様からご紹介をいただきます。So, Dr. Chen Zhen, please, now the floor is yours. Thank you. Honorable President Nakamura, ladies and gentlemen, good morning.Professor Zhang Qin, the Vice President and Executive Secretary of CAST, was pleased to receive the invitation from Mr. Nakamura to attend the Science Agora 2014. However, his schedule has been arranged at the beginning of this year. Professor Zhang then assigned our delegation to participate in the event. Here, I'd like to deliver my heartfelt
Thanks to Mr. Nakamura for your invitation on behalf of Professor Zhang Qing. And congratulations on the opening Science Agora 2014 on behalf of CAST. Science Agora has been running for 9 years since 2006 as participants keep growing during these years. It's gratifying that Science Agora has become the biggest and most successful science event in Japan, and it's influential in international scientific communities. I do believe GST and the related organization will make unremitting efforts to better host the event. We notice that Science Agora aims at linking science and society through science communication, which can be interpreted as rising people's scientific literacy, in our opinion. We think that public scientific literacy is a support to boost national development, a foundation to build innovation-originated nation, an index to measure modernization of the country, and a driving force to promote progress of social civilization. In 2006, China's State Council initiated the outline of National Scheme for Scientific Literacy, which provides by 2020 technological education and scientific communication in China will make remarkable progress and mature public scientific literacy construction systems will be formed in following aspects. Implementations and management, infrastructure constructions, guarantee of condition, monitoring and evaluation, and so on. Besides, public scientific literacy expected to be raised substantially to reach the same level of the major developed countries in early 21st century. Many of our foreign colleagues know that China is implementing innovation-driving development structure and thus expect to realize transformation and development patterns. To solidly implement the structure, the crucial to have more and more people, especially for teams aged, with better scientific literacy, to focus and support scientific innovation and to carry out scientific innovation consciously. Therefore, CAST and GST share the same mission in this aspect. It should be noted that scientific innovation in China is open to the world and would like to reach a win-win situation. CAST is willing to strengthen communication and cooperation with international scientific communities, including GST, pool your wisdom and resources to build an exchange platform through which science and technology can be better serve the whole society and promote social development. Last but not least, wish the Science Agora 2014 complete success. Thank you all. Thank you very much indeed, Dr. Chen Jun. それでは本日は残念ながらご来場は叶いませんでしたが、海外のお二人の方からビデオメッセージをいただいています。まず最初は欧州委員会首席科学顧問のアングローバーさんです。アングローバーさんはアルツハイマー病やパーキンソン病が分子レベルでどう人体に影響するかを研究してこられました。英国アバディン大学分子細胞生物学科教授、スコットランド政府の初代チーフサイエンティックアドバイザーを経て、2012年からこれも欧州委員会バローゾ委員長の初代科学技術顧問に就任されております。
なお、環境科学の貢献により2009年に大英帝国勲章を授与されています。それではビデオメッセージをご紹介いたします。Dear participants, it's my great pleasure to welcome you to the Science Agora Conference. Unfortunately, I cannot join you in person because the upcoming changes in the European Commission require my presence here in Brussels. The topic of this opening session is, how can we come together to build relations between future society and science?For this topic, your venue is very well chosen, the National Museum for Emerging Science and Innovation. I imagine that it must be quite challenging to put something in a museum that has not yet been invented, so I look forward to visiting the museum in the future. This brings me to the point I want to make. Scientific and technological progress is advancing at an unprecedented speed.The world is becoming more and more complex and interconnected. The digital revolution in particular is changing the way we live, the way we work, and the way we interact. Science and technology are transforming our societies. But at the same time, society is also transforming science. Science is not anymore a privilege of a selected elite of very clever people wearing white lab coats. Nowadays, everyone can be a scientist. For example, we all have little monitoring devices, which we call mobile phones, and these devices produce tons of data every minute, every second. This opens totally new avenues for engaging with the public.Collecting information and doing citizen science. This partnership with the public is strongly needed because while citizens appreciate the possibilities offered by new technologies, many people feel uneasy with these rapid changes. A European survey published in 2013 revealed that almost two-thirds of Europeans.Think that science and technology change our lives too fast. And also half of our citizens would agree to the statement that scientists have a power that makes them dangerous. While scientists still are more trusted than politicians or journalists, there has been an erosion of public confidence in science, a phenomenon you have experienced in Japan.Especially after the tragic events at Fukushima. Citizens don't take the advantages of new technologies for granted anymore. They ask the question, what's in it for me? And rightly so. They are paying for the science we do, either in the public or the private sector, and they deserve an answer.We have to take citizens' concerns seriously and discuss the benefits of new technologies, putting these in relation to the risks. Only when we make an unbiased comparison of the risks and the rewards can we enable citizens and politicians to make their choices in a progressive manner. This is why foresight is so important.We should think about how the technologies that will emerge in the next 10 to 20 years and what we need to do to build in societal dialogue from the very beginning. This also includes foresight of the ethical challenges that these new discoveries might bring. Likewise, we need to engage with policymakers who should be thinking now about how to regulate emerging technologiesbefore the market dictates the conditions. If we as scientists don't do this, special interest groups will fill the gap. Let me give you an example. 3D printing. In a few years from now, every household will have a 3D printer. It will be as normal as having a microwave oven. But have we thought about the implications?
What about the impact on the retail market? The impact on food safety? Will there be privacy and ethical concerns? There are lots of issues involved, and we should discuss them in an open and transparent manner. In doing this, we must learn from past mistakes, such as the debate around the use of genetically modified organisms, which has gone wrong in many countries. Only by engaging with the public will we be able to ride the waves of change and bring a future of our own creation. Only then can we shape a society that not only embraces, but actually demands innovation. For this to happen, we must inspire people. We must convey the message that science and technology are full of possibility. Science brought us the Renaissance, the Enlightenment, the Industrial Revolution. It has shaped the modern world. Imagine, in the Large Hadron Collider, we are able to recreate the universe fractions of a second after the Big Bang, and we are able to discover planets and other solar systems using gigantic telescopes. And we are building, in a combined effort of many nations, including Japan, the International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER, which will bring the fusion energy that powers the sun down to our Earth. All this is possible thanks to human ingenuity. Science is what makes us Homo sapiens, the species that wants to know. And being a scientist is the greatest job you can have, because you are inventing the future. I wish you all a very successful conference. Arigato gozaimasu. スカイプじゃないんで今の拍手は伝わらなかったんで、いずれアングローバーさんにお伝えしたいと思います。引き続きまして英国政府首席科学顧問のマーク・オルポットさんです。昨日までこちらで日本とイギリスの科学技術協力の委員会に出ておられたんですが、今朝の飛行機でどうしてもお帰りになるということで出席は叶いませんでした。サー・マーク・オルポットのご専門は医学です。英国のインペリアルカレッジロンドン医学部長、ウェルカムトラストのディレクターを経て、2013年から、首席科学顧問に就任されました。医学の研究への貢献により2009年に、ナイトの賞を受賞されております。それではビデオメッセージをお願いします。I'm very sorry that I can't come to the Science Agora, but you're talking about a very important topic. You're talking about the relationship between science and society. And of course, a very important part of that is about communication. And my job as the government chief scientific advisor in the United Kingdom is all about communication. So science itself isn't finished until it's communicated. And it's always been the nature of science that scientists, when they're discovering things, talk to one another, and in the modern era, they write papers and they make their data available on the internet. And so one of the opportunities that we have now that science never had in the past was to be much more open in its communication. The paper can be published online, made available to everyone to read. Importantly, the data behind it, the information, can be made available to everyone. But that's only part of the story, because if we want to have a good discussion between the worlds of science and society, then it's not only about scientists communicating with each other, it's about actually having a discussion with society. And that's a lot of what my job is, because in order to advise politicians, my job is to act as the transmission mechanism between the world of science, the world of engineering, the world of technology, the world of the social sciences, and politicians and policymakers. And so a lot of my job is finding the very best scientists of all varieties and helping them to communicate clearly to politicians. But if we're to have the best debate,
about science, then we need to broaden that debate to communication with society. And sometimes scientists look at it in terms of, well, what is it the public needs to know? But I actually think about it as well as, well, what does the scientists need to know about what politicians and society thinks? Because if we're going to have the most effective engagement, then we have to understand each other. And they used to model of science communication, which was called the science deficit model, which was the idea that the public don't know, and it's our job to tell them. And I think we've replaced that in recent years with an engagement model, which is actually, it really is about talking to each other, and each side being able to ask the other's questions. And so there are many issues at the moment where the world of science meets the world of values, and it's very important then to have proper conversations. So one example that I use is around fracking, the drilling for natural gas using hydraulic fracturing of shale. And the scientific and the engineering questions for that are about whether it's going to cause earth tremors, whether there'll be contamination of water tables, and whether there'll be fugitive release of methane gas. And that's the science and engineering discussion. And there have been a lot of independent reports which show when this is done well, it's like any other drilling technology, it can be done well, and it's very unlikely to cause problems. But it's important to understand that some of the people that don't want fracking to happen are not as much concerned about the engineering questions as the fact that some of them don't like any form of fossil fuels, and of course the challenge for humanity is to reduce our fossil fuel use. Some of them don't like companies, and others don't like the disruption that goes with fracking for gas in the region in which they live. And I think if we have the best conversations, then we actually have to understand the different positions of science on the one hand and society on the other. And of course, my job as a science advisor is to advise government, but it's government that makes the policy decisions and has to take both sides of the discussion into account when making those decisions, and that's what democracy is all about. But I think this meeting is very important because it is all about science communication. And as I say, I think that science will only operate most effectively in society if we engage properly between the science community and society at large. So I hope your meeting is a great success. I'm sorry I can't do that. お待たせいたします。それではこの開幕セッションの基調講演に移らせていただきます。これはライブです。ビデオではございません。ニュージーランド政府首席科学顧問のサー・ピーター・グルックマンさんの講演です。サー・ピーター・グルックマンのご専門は小児科学、オークランド大学医学部学部長、同大学リギンズ研究所所長を経て2009年よりこのニュージーランド政府の首席科学顧問に就任されました。2009年にナイトの授与されています。So, I'd like to invite Sir Peter to make your lecture. Thank you very much. Dr. Nakamura, ladies and gentlemen, I'm very honored.Present an opening address at Science Agora 2014. Over the past few years, I've greatly admired the reflective way the Japanese science and policy communities have reflected on the complex interactions between science and society. And your discussions have much to teach us. You've been willing to reflect on the role of science and diplomacy and in global relationships, particularly through the annual meetings in Kyoto each year.You've been open to learn lessons from the tragic disaster of Fukushima, as reflected in the revised code of ethics of the Japanese Council of Science. And you've been leaders in confronting issues of integrity of science through contributions to the OECD and the International Council of Science. The Science Agora brings together many stakeholders, and this reflects the central fact.That science and technology is essential to a healthy future, irrespective of whether we look at it from the perspective of the planet as a whole or as individuals, or whether we look at it from the perspective of nation states, cities or communities, or whether we look at it from the perspective of a global community facing numerous shared challenges and opportunities.
we collectively face many common challenges: climate change, natural disasters, pandemics, water and food insecurity, of how to use the cyberspace well, and not as a means of catalyzing crime and terrorism. We all recognize that science and technology are key to addressing such challenges, but we also see the many opportunities for economic growth, a better environment, a healthier society based on innovation, better use of data and socials and other sciences. Science and technology are indeed key to all our futures. But we must also acknowledge that science and technology have contributed to the very problems we now face. Progressive technological developments over the past 200 years have fueled the rise in carbon dioxide emissions. Multiple technologies have led to the explosive rise of the global human population, which in turn has had so many consequences. And as new technologies evolve, so do the societal questions and ethical challenges that we must confront. What is the future of the Internet of Things, of bioimplants, of the concept of individual privacy in a cyber-driven world? What is the role of synthetic biology? Do we need geoengineering in the future? How do we ensure that everyone benefits from the progress of science? These are the issues that science and society must confront together. And as science has evolved, the knowledge that arises and the technology that emerges has increasingly impacted on society, not only on the use of these technologies, but how society perceives both science and the choices and trade-offs that it inevitably creates. These perceptions determine whether society will accept a technology or not. Scientists can no longer assume that society will automatically accept what science has to offer. We've seen this in the societal debates of genetic modification, nuclear power, and stem cell biology, to name but a few. We have learnt in each of these cases that social license for a technology does not emerge just because scientists proclaim that it should. And we've seen in the inexcusably slow acceptance of the critical importance of anthropogenic causes of climate change that neither the public nor the politician will automatically accept that science gives it an instruction on how to act. And we need to appreciate why there are these pushbacks. Science does not have all the answers. Science cannot address issues that are primarily social values based. Science can provide knowledge that can inform discussion in such matters by elucidating the likely implications of one course over another. But it cannot give values-laden weight to these options and thus resolve values-based debates. And it's these values-based issues informed by science that make the relationship between science and society so complex, and why we cannot take a social license for technology for granted. Rather, it is obtained that trust, that social license is obtained, withheld, or revoked on the basis of trust. Science relies on trust to maintain its somewhat privileged place among epistemologies, both trust within the society of the community, within the scientific community, and trust of the public about the integrity of its methods. But trust in science can erode in many ways. Too often we overstate what we know and understate what we don't know. Too often we feel the need to be dogmatic when we cannot be. And when contentious issues are made more difficult by scientific uncertainty and complexity, there's a danger for advocating for a simple answer when the answer is multifactorial. And trust is also undermined when scientific integrity is compromised in more deliberate ways. Scientific fraud is more common than we sometimes acknowledge, and we're still trying to learning about its root causes, whether they're systematic or individual, and how to address these. We're seeing more vigilance about scientific reproducibility and the transparency of the data.
In this context, how the science system will evolve is unclear, but society will demand more from the scientific community in ensuring integrity and confidence in scientific claims. And trust relies on good communication. But traditionally, scientists have been ill-practiced and rather poor at communication with the public and with the governments that represent them, especially when the issues appear complex and uncertain. In a recent survey in New Zealand, 48% of New Zealanders said that science was too complex to be understood. Worse, 51% that scientific information seems so conflicted that it's difficult to know what to believe. We have a great challenge in science communication, particularly in areas where social license for technology is going to be needed if society is to properly engage in defining the uses and limits of science and technology. Too often, the underlying scientific consensus is blurred by overrated points of academic debate that are driven by nothing more than opportunities to promote one's own scientific ego. Scientists need to be aware of the potential impacts of their behaviour in communication, and we need to reflect more on it, as indeed has Japan, most thoughtfully following the Fukushima tragedy. I applaud the Japanese Council of Science for its revised code of ethics that brings these issues into sharp focus. This revised code points out the need for scientists to be more engaged with the public on one hand, but also makes it clear that the need to do so in a way that reflects on the societal impact of inappropriate communication on the other. It's no accident that this issue has come into sharp focus after several major natural disasters where scientific advice was found to be inadequate, misleading, or indeed harmful. And this is difficult territory because we all acknowledge both academic freedom and the freedom of speech. But if we're to argue for the unique and privileged role of society, of science in informing policy, then society must trust science to be self-correcting, relatively unbiased, and to have inherent integrity. How we communicate with each other and with the public will impact on that trust. If that trust is broken, science will not be able to fulfil its role in assisting the world to a better place. Again, I thank the Japanese scientific community for its willingness to consider a number of these difficult issues. Allow me to make a few other brief comments. As governments spend more on research and development, the inevitable outcome has been that governments and taxpayers wish to see the evidence that that investment has been impactful. Impact is often thought about in purely direct economic terms. And of course, science-based innovation is a major reason for national investments in R&D. But the impact agenda, the value of science, the value proposition for science, is so much broader. Soon a report will be released by a group of six small advanced economies that I chair, New Zealand, Singapore, Ireland, Finland, Denmark and Ireland, which suggests a much broader taxonomy of impact needs to be accepted. We must remember that much science has indirect effects on the economy and the health of nations through the production of trained workforces, through impacts on environmental science, on public health, on social science, through better informed public expenditure, and through preparedness research such as bioprotection, seismology, and public health research. And the foundational role of discovery science as being key to all that follows must be remembered, a point well understood in Japan, where the increasing number of Nobel laureates in the sciences is a direct manifestation of the importance you're placing on discovery science. And as science plays an increasingly important role in developing and sustaining trade relationships and foreign aid and addressing the major global challenges, science and diplomacy have become intimately engaged. No advanced country
can do everything on its own. And international collaboration is now a key part of the science playbook. But the world does need to find ways to better use science to address the international issues, and I'll expand on this afternoon. Allow me to make a few comments about the critical nexus between governments, which represent society, and the science community. This was the subject of a major meeting in Auckland, New Zealand earlier this year, which was the first global meeting on the issue of science advice to governments. What was clear from that meeting of experts from 46 countries is that the importance of this nexus between science and policy is being increasingly explored. The issues of how to create effective means of scientific advice and to promote its utility to policymakers were discussed at length. Given the many different cultures and political systems present, it was surprising at the degree of consensus that was reached. It was repeatedly noted that the business of science advice requires particular skills to bridge the cultures of science and policy making, and that both scientific and policy hubris can impair that transition. It was acknowledged that science really alone makes policy, and that science can inform policy making, but in the end, it's the values-based domains such as political philosophy, public opinion, and fiscal considerations that largely determine the choice between policy options. The key is to develop systems that ensure that relevant scientific knowledge is maintained across the policy processes at each step. This is not easy, and again, the issues of trust and integrity were emphasized as core to effective scientific advice. Issues of scientific advice to inform government policies would seem to be generally distinct from those of advice to develop and inform the science system per se, and often involve differing but overlapping structures and people. Science advice could be seen to have three principal manifestations, and the structures needed for each differ, and a complete national system needs an appropriate mix of all three. First, formal advice through academies and established panels works off a long time base and for subjects that need a deliberative approach. Secondly, more informal advice through individuals embedded close to the centre of government is necessary to help governments where they need a near-instant response, to set the questions to pose through the formal process correctly in the first place, and to ensure that science does not get corrupted as the policy process proceeds. Thirdly, there's the issue of advice to governments in crises or emergencies, where science advising becomes of necessity part of the decision-making process. The role of individual advisors in these last two classes of function is increasingly recognised, while the role of academies, committees and panels is critical to the former. Finally, let me point out that the change in relationship between science and society is driving disruptive changes in the science system that is also being further accelerated by the many changes within the science system itself. There are many contributing factors, and I'll just name the most obvious. The democratisation of science as it shifts from a patronising relationship with society to a true compact with society will mean that society has a greater say in what science is done and what science is used. As a result, there's a growing sense that science must demonstrate its utilitarian value, as I've already discussed. In turn, this is leading governments to be more explicit in prioritising how their investment in science is to be made. Science itself is becoming more interdisciplinary and is being done in larger teams. The move to open access data and the growing capacities in big data are fundamentally changing the opportunities for and the types of research undertaken. And the output side of science is also changing,
with the changed nature of scientific publication, leading to problems in the assessment of scientific performance and the development of alternate means of scientific communication. The peer review system is internationally under pressure from the expansion of tertiary associated education. The way peer review is conducted will change, and the focus must be on finding and using new systems that ensure quality, transparency, and integrity. And as we've discussed, the greater transparency in science is exposing a lack of professionalism in science, and in particular issues of research integrity. A particular issue has been the poor reproducibility of much science, driven by the rush to publish, the academic agenda, and the personal stakes now associated with so-called breakthrough science. These issues must be addressed, and the science system will change rapidly to address them. The science community, being inherently conservative, may struggle over the next decade as it responds to these pressures and adapts to greater societal expectations and involvement. But only in responding will the science become truly embedded within society as a social endeavour, and only then will society achieve maximum benefit from what science can offer. Once again, I congratulate the Japanese Science and Technology Agency and all those involved in creating this agora. That is a gathering place for ideas. The many perspectives here in this room allow for an exciting dialogue that must advance the interests of all the stakeholders, and that's everybody in Japan and everybody on this planet. Thank you for the privilege of being here. Thank you very much, Sir Peter, for your very comprehensive and full of topic of the lecture. We will discuss these topics throughout the sessions in 3 days. ありがとうございました。それでは、次にパネルディスカッションに移ります。今パネルディスカッションを準備をいたします。その間私の方から本日 のパネルディスカッションのファシリテーターとパネリストをご紹介いたします。ファシリテーターをお願いしているのは横浜国立大学教授金子直也さんです。金子直也さんは研究開発戦略、知財戦略、インキュベーションなどを専門とされておりまして、日立化成工業、日本総合研究所総合戦略センター上席主任研究員、 GSC 研究開発戦略センターフェローなどを歴任され、2014年から現職となります。パネリストをお願いしておりますのは、まず岡山大学教授加納光信さんです。加納さんは東京大学医学部講師などを経て2012年に現職です。東京大学医学部非常勤講師、 JST 研究開発戦略センター特任フェロー、厚生労働省戦略研究モニタリング委員など、現在もなされております。そして、朝日新聞編集員高橋真理子さんです。朝日新聞で科学朝日の編集部員や論説委員、科学部次長、科学エディターなどを歴任され、2011年から現職です。日本科学技術ジャーナリスト会議の副会長も務めておられます。そして産業界から、富士通研究所取締役会長、産業競争力懇談会 COCN 実行委員の富田達夫さんです。コンピューター、モバイルフォンなどのシステムプロダクト、ビジネス、研究開発マネジメントに携わっておられます。富士通株式会社経営執行役、代表取締役副社長、株式会社富士通研究所代表取締役社長などを歴任され、2014年より現職でございます。現在も COCN の実行委員を務めております。そして最後に内閣府の総合科学技術イノベーション会議の原山裕子さんです。ご専門は科学技術政策、高等教育研究、イノベーション政策、ジュネーブ大学経済学助教授、東北大学工学研究科、技術社会システム専攻教授、経済協力開発機構 OECD の科学技術、産業局次長などを経て、2013年より現職です。そして今ご講演いただきました、サーピーター・グックマン
科学顧問にもコメンテーターとしてご登壇をいただきます。大学メディア、産業界、行政、それから海外からまさに第一線のメンバーにお集まりいただきました。それでは壇上の準備が整いましたので、先生方どうぞ壇上をお願いいたします。ありがとうございます。これまでのお話でですね、学術界、それからメディア、産業界、行政、市民、多様なステークホルダーが一堂に会して社会と科学の関係を考えることの重要性はもうこの会場で共有されていると思います。でこのパネルの目的はじゃあ具体的にどうすればいいのか、特にそのための場となるサイエンスアゴラが果たすべき、果たしてほしい役割は何かということを議論していきたいと思います。で最初にですね、パネリストの皆様から基本的な考えを伺おうと思いますけれども、ウルクマンさんは今貴重な講演いただきましたので、その他の方々4名のパネリストからですね、それぞれの立場に立って、社会と科学の関係をどんなふうに捉えているのかというところから話していただきたいと思います。でまず学術界からですね、加納さんの話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。加納でございます。私は一応学術界からということで、その目線で申し上げたいと思いますが、その学術を取り巻いていろんな見方が存在する中で、それの違いをどうやってつなげるかということだと思っておりますけれども、そういうことが必要になってきた理由としては、科学の影響力が増大してきたということだと思っております。で、これを整理するにあたって、せっかくですので論文の構成に従ってちょっと申し上げてみたいと思います。科学論文は目的背景、それから方法材料、そしてその結果考察で、結果としてそれを公表するという順番になっておりますけれども、この順番で、それぞれ何がいろんな見方の違いにつながるかということです。一番大きいのは目的だと思うんですけれども、目的がじゃあ社会あるいは市民から見てしてほしい目的が何かだけれども、その中で科学が支えられる目的が何か、ここは結構実はズレがあったりすることがあるというふうに思います。でまた社会の中でも企業の方々ですね、収益を求める方々から必要とされる目的というのもあるんだけれども、それの中で科学が支えられるものは何かということは非常にお互いに気をつけた方がいいことだというふうに思います。で逆に科学の方からは、今まだ社会が要求してない目的なんだけれども、自分のその仕事の延長でこんな目的は実は示せるかもしれないということを気がついていることもあります。でもこれはなかなか理解していただきにくい時があるわけですが、でもそれもお互いに重要だというふうに思います。で次にですね、そうするとじゃあ方法材料のところはどうなるかということなんですけれども、方法材料に関してはまず残念ながらお金がないとできませんので、このお金がどういうふうに出てくるかということが問題になるわけですが、その時に目的が共有されないとお金は出てこないということですので、この意味でもやはり違いをつなげる必要があるということになります。で、そうは言いながら、じゃあ資金があれば全部いいのかというとそんなことはなくて、そこに必要なのが科学で何が支えられるかの話になると思うんですけれども、内容としては創造性があるかどうか、新しくないと意味がないですね。それから、先ほどのお話に何度も出てきましたけれども、客観性という言葉で私は言いたいと思いますが、リピルトゥフィシビリティといいますか、誰でもトレースできる方法なのかどうかと、そして材料の使い方なのかどうかということが極めて重要だというふうに思います。で、それが結果にも関係するわけですけれども、そういう結果が得られるかどうかということが科学かどうかを決めているということになるわけで、じゃあその翻って目的のうちでそういう方法か結果の立てられる範囲はどこなのか、現在ですね、あるいは未来になるに従ってそういうことが立てられるところはどこの範囲の可能性があるかということは、これは科学者側がしっかりとお伝えする必要がある部分であろうというふうに思います。で次は考察のところですね。考察というのはじゃあ得られた再現性のある結果から何が言えるのかということを考えるところなんですけれども、ここがまた非常に重要で、その得られた結果からどの範囲までは論理的に他の人も追いかけられる範囲で
推論ができるのかということです。で、ここを論理性をなくやると、その結果からそこまで言っていいんですかみたいなことが出るわけです。一般化のしすぎというのはこれに当たるわけですが、でそうすると、例えば社会からの要請として目的はここだったんだけれども、今回得られた結果から本当にその目的が全部言えたんでしょうかと。例えば災害の予知、あるいは原発の事故、それぞれを見ている、あるいは私の出身である医学も最近いろんなことありますけれども、これらの範囲も要請された目的に対して本当にその結果は正しかった、あるいは結果だけで支えられる範囲なのかどうかということは科学者は知っているはずですから、これは伝えないといけないということは思いますし、逆に、その目的を期待されておられる皆さん方からは、科学で本当に支えられたんですかということをしっかり毎回確認をしていただかないと、科学技術とは言えないだろうということになります。で、ここにもう一つ、最近出てきたビッグデータの世界はどういう観点をはらんでいるかということを申し上げると、ビッグデータは相関までしか言えないですね。因果関係までわからないです。で、人間はできれば因果関係を知りたいですね。何が原因で今のことが起きたんですかということは本当は知りたいという欲求を持っているんだけれども、言えていることの内容は相関までなのか、あるいは因果も含まっているのかということは、次にこの目的を使っていくにあたって非常に重要なポイントになるということを思っております。で、残りのポイントは公表ですけれども、公表した結果はじゃあ誰のものなんですかということがまた最近、いろんな議論がありまして、科学者は自分が見つけたんだから自分のものだと言いたい人は多いわけなんですけれども、でも、もともとお金出したのはじゃあ誰なんですかという話も当然あるわけですし、そういうふうなサポートが得られたのは何でなんですかということを考えると、これはまた社会とつながるわけですね。ですから、これが誰のものなのか、そしてさらにその公表された結果はどのぐらい素敵なんですかということに基づいてお金を配分するという考え方が、近年特にたくさんあるわけですけれども、どういう意味で素敵なのかということが、本当に測れているかということですね。インパクトベースで、高い点数の雑誌というのは当然存在するわけですが、このインパクトというのは、現世利益的なインパクトであることも多いわけですけれども、先ほど申し上げた今後役に立つかもしれないコントリビューションですね、というものはじゃあ今しっかり評価されているかというと若干心配もあるわけですの で、ここをどのように支援していくかということは非常に重要なポイントであろうというふうに思います。ということでまとめますが、科学とそれからそれが支える目的の範囲ということの整合性をお互いが取っていかなきゃいけないということが極めて重要だと思っておりますけれども、その時に専門家しか知らないこともたくさんあるわけですけれども、実際目的ベースで話をしようと思うと違う専門家同士が話をしなきゃいけなくなっているということも考えると、実は科学の世界の中でもですね、話が通じてないことも十分あり得るので、そこをつなぐことも必要だし、さらに、関係する方々をその意味でつなぐことも重要だと思っておりますし、それに従って、活動資金も出るであろうし、から科学の方としては改めて、創造性、客観性、論理性の重要性を認識することが必要だということを申し上げて、5分の問題提起とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。学術界からはですね、論文とか研究というのを場にしてですね、社会とそれから科学の関わりをいろんな観点で今語ってくださったわけですけれども、次に富田さん、産業界の立場で見たときにですね、社会と科学の関わりについてどんなふうに捉えてらっしゃるか、お話しいただけますでしょうか。富田さん、お願いします。失礼しました。じゃあ、富田さんこの後にしましてですね、じゃあごめんなさい、メディアで活躍している高橋さんからですね、同じように科学と社会の関係語っていただけますか。あ、すいません、今 この、 これを操作する機会を頂戴しまして、こんな小さなので今パワポを送ることができるんですね。それで私この小さな初めて使いますけども、ポチ、あ、送りましたね。最初いただいたお題が科学と社会の関係が非常に広かったんですけれども、私もちょっと狭くアグラの新しい姿を求めてて、先ほどタイトルに示しましたけれども、それで、最初のお話をさせていただきたいと思います。
アウラは2006年から始まったわけですけれども、それに先立つことにね、2004年にですね、ヨーロッパはユーロサイエンスオープンフォーラムというのを始めました。 e ソフトを呼んでいます。私2004年も参加したんですけども、あの頃ってどうもデジカメがそれほど そこまで普及してなかったというか、私デジカメに撮ったかどうかよく覚えてないんですけど、とにかくデジタルデータを探したら2004年の分はなくてですね、紙の写真ひっくり返して探すのはもうちょっと時間切れでやめまして2006年のと2012年ダブリのここにお示ししました。こんな感じで、イソフとここのとアグラの違いは、イソフは都市を違えてですね、欧州各地を回って行くと、2004年はストックホルムだったかなって、やっております。で、まあ当然ユーロサイエンスオープンフォーラムというのも、アメリカが最初から大昔から始めている AAAS という、大きな科学イベントを意識して、まあ、ある種それを真似する形で、スタートをしております。で、このユーロサイエンスオープンフォーラムをどうして始めたかということを取材しますと、まあ、もう21世紀に入って、あらゆる場面で、まあ、欧州一体化という動きが、まあ、ますます加速して緊密になってきて、で科学の分野でも、各国バラバラにも研究するんじゃなくて、欧州が一つになって研究していくと。でそのために最適な研究体制を組むためには、関係者が一堂に集まってどんどん議論していかなければいけないと、そういう意味でこういうオープンフォーラムというものを始めるんだと。で、当時強調されたのはですね、これは科学者コミュニティが草の根的に始めたものであると。政府から上からこういうのをやれと言われたのではなくて、科学者同士が自律的に、まあ、こういうお互い国を越えて研究をやっていく時代になるんだから、議論しましょうということであると、グラスルーツということを非常に強調されていました。でこれは同時に市民との対話も重要視するという活動で、それは2つの意味合いがある催しだと思っております。それでこうで、じゃあサイエンスアグロは2006年に始まったわけですけど、当然のサイエンスアグロ始まる前はこういうイソフとかですね、トリプルエースとかの催しをご覧になって、ああいうものが日本ではあったらいいなということで始められたのだと思いますけれども、今サイエンスアグロの公式のホームページを見てみますとですね、これはどういうものですかという説明はこういうふうに書いてあります。サイエンスを通してみんながつながる広場、広場、もちろんアゴラというのは広場という意味ということですので、まあ、こういう位置づけで、始まっているイベントであります。で、ここで、まあ、ちょっと日本の科学界全体を私、考えてみますとですね、まあ、科学技術分野の取材を続けておりますので、いろいろ日本にこういうの欠けているなと感じているものはございます。で例えばですね、科学者による科学のための分野を超えたオープンな議論の場というのは足りないと思いますね、私日本には。で先ほど加納さんが実は科学の世界の中でも話が通じないっておっしゃって、まさにこのことなんですね。分野の中では、まあ、きっと議論を盛んにされてると思うんですけども、分野を超えて科学という共通の目的のためにどうしたらいいのかっていうことをほとんどオープンに議論されてないですよね。可能性がうんうんって言ってるんですから、私が言うより確実だと思いますけれども、これが、まあ、日本に欠けているもう非常に重要なものだと思います。でもう一つ多様性ですね、これはもういろんなところで言われているので、私がわざわざ説明するまでもないと思いますけれども、やっぱり日本は多様性が欠けています。でもう一つあえて付け加えると、アジアでの組織的な共同研究体制です。国際研究はもうあちこちで盛んに繰り広げられておりますけれども、欧州が一体となって組織的に研究を進めようとしているのに対して、アジアではまだまだ散発的な動きでしかないと思います。分野ごと、あるいは大学間レベル、そういうところで、積極的にやっていこうという動きはもちろん出てきていますけれども、アジア全体としてどうするのか、
まあ、これは東アジア共同体というような構想を民主党政権が出して結局瓦解してしまったというような歴史もあるので、そう簡単にいかないことだとは思いますけれども、さっき申し上げた研究者がグラスルーツで何かやろうという動きを考えたらば、こういう共同研究体制を組もうというものが科学者から声が出て、それに動かされて政府が何かやるっていう流れになってもいいのではないかと思うんですけれども、とりあえずこういう組織的な共同研究体制はできていません。で、今岡村さんの目的が大事だっておっしゃって、全然打ち合わせしてなかったんですけども、私も目的とか目標とか、まあ、大事だと思うんですね。で、まあ、油の目的っていうのは最初はこれだったわけですね。サイエンスを通してみんなが広がる広場であると。で、私はこれからのアゴラの在り方を考える上では、みんながつながって、あれ？あ、出た。サイエンスを良くする広場、こういう広場であるべきではないかと思います。ちょっと似ている文章ですけども、違うことはお分かりいただけますでしょうか。はい。で、そういうふうにアゴラを変えていくには何が必要かと考えますと、あ、出ましたね。まず研究会に多様性が必要なんです。多様じゃないから集まって議論する必要がないんです、今の日本は。だからその場がないんです。だけど、まあ、ごくごく最近になって いろいろ研究を支えるいろんな専門家が出てきました。そういう職業として確立されるようになってきました。多様な研究者として、まあ、ここに例えばとして例を挙げておりますけど、研究者ももちろんそうですけれども、リサーチアドミニストレーターというのを今一生懸命エンカレッジされてますし、特許を専門的に扱う方たちも、当然力を出していただけなきゃいけないですし、ソジェシティのような研究資金提供機関、ファンディングエージェンシーの、まあ、担当者の方たち、もちろん行政もそうですし、でもちろんのことを市民一般もそうです。で、科学ファン、とにかく科学が好きという方たちも科学の関係者であります。もちろん普通の市民も税金を納めているという意味で、関係者であるし、科学技術の成果を享受するという意味でも科学関係者です。そういう多様な関係者がそれぞれがアゴラを活用するという意識を持つことが私は大事だと思いますね。アゴラのために何かするという意識でいる限り、多分本物にはならないと。科学を良くするためにアゴラを利用するっていうような意識で、それぞれ のステークホルダーが関わっていくということが必要ではないかと思います。そうして関わっていった結果ですね、ここでの議論が実際にリアルワールドで何かを変えたという実績が必要です。日本でよくあるのは言いっぱなしになっておしまい、その時のカタルシスを得られておしまいというオープンな議論の場が本当に多いと思います。そうではなくて、そこのここで出た意見で何かが変わった、そういう実績が必要だと思います。そしてそういう実績が出ればですね、こういうことがあったということを関心のない層にも広く伝えることが必要であろうと思います。残念ながら関心のない層はいます、あります。で、そこの人たちにも、まあ、リーチして届いて、初めて、社会と科学の関係というのは健全になっていくと信じておりますので、それが必要です。ただし その前に実績が必要なんですね。実績もないのに、届けようとしても届かないということです。で、最後ちょっと私の宣伝ですが、私が2004年にストックホルム の最初のイソフに行った時はちゃんと記事を書きました。ただ行ってきただけではないので仕事をしました。で、朝日新聞は科学に関心のないところにも届きますので、そういうことを科学に関心ない方たちに届ける仕事は私どもはしておりますということをご紹介して、私のコメント終わります。ありがとうございました。アゴラがこれからどういう形を取ったらいいのか、何をしたらいいのかということも含めてですね、すごい貴重なコメントがあったと思います。みんながつながってサイエンスを良くすると、広場ができるわけですね。で、それをみんなが使うと、でみんなが使うことによってみんなが分かる、なんか変化が、新しいことが分かる。
この後の議論の随分参考になるキーワードをいただいたと思います。では次はですね、先ほどお願いしました富田さん、産業界の立場でですね、社会と科学お願いします。それでは私のお願いします。私は産業競争力懇談会というところの実行委員をしてまして、それから富士通研究所の会長をしておりますので、その両方の立場から、少し科学と社会についてということで、ちょっとネタを提供するような感じでお話をさせていただきたいと思っています。産業力競争力懇談会 COCL と言っているのはですね、今34社企業34社と大学4大学、それと産総研が入ってます。39の、からなる組織なんですけれども、で代表幹事に東芝の西田相談役、副幹事に第一三共の正田相談役で、実際にはさまざまな推進テーマを、推進していくという実行をしていくための、実行委員会というのがありまして、これを日立製作所の住川顧問が実行委員長をやられていて、私はそこで、実行委員をしているという関係で、今日その立場からの話を少しさせていただくということになります。COCL というのは、産業界の有志を中心に、国の持続的な発展の基盤となる産業競争力の強化につながる科学技術の強化やイノベーションの創出というのを会の目的とミッションにしています。ご存知のように産業界は産業構造が非常に大きく、変化してきています。それから、人々の価値観も変わってきている、競争 の環境も変わっている、テクノロジーの進展も極めて早い、そういう中で産業界も、自分の会社が自分の会社としてこう頑張っていくだけではやっぱりこう本当のイノベーションが起きていかないということで、企業同士あるいはアカデミア、あるいはその国の協力をいただいて、新しいイノベーションを起こしていくということを強くこう訴えてきております。それで2006年から今まで77テーマの推進テーマをやってまいりました。でこれを、いわゆる手弁当で自分たちが集まって、企業同士が集まり先生を呼び、先ほど言った大学以外の先生もいっぱいこういうところでは呼ぶんですけれども、アカデミアからいろいろ知見をいただき、それで新しいこうテーマをこう掘り下げていく、場合によってはそれによって政策提言をしていく、そしてこれ言いっぱなしという話は先ほどありましたが、このプロジェクトは言いっぱなしにしないということを、念頭においてですね、さまざまな終わった後それを何らかの形で、場合によっては国プロの形になる、あるいは複数の企業が集まって何か団体を作ってやっていく、そういう活動につなげていくということで、進めているものであります。それでこれがちょっと込み入ってて分かりづらいと思いますけれども、要するに2006年からやってきたプロジェクト、研究会がやってきたテーマ、77テーマをちょっとカテゴリー別に分けたもので、資源関係法の関係、それから超高齢化社会、レジリエントな社会、それから地域資源、それから東京オリンピックなんかのテーマもあります。それからこの次のページに、基礎技術、それから人材、こういったテーマについて、さまざまなプロジェクトを起こし、それが何らかの形で、今実活動につながってきています。で先ほどのページとこのページ合わせて黄色いのが、全部で7カ所あったと思いますが、これは内閣府で今年始まりました SIP に取り上げられた10テーマのうち7テーマがこの COCN の活動の中でこう議論されたものが取り上げられているということで、我々企業がこういうものを選んで、こういうことをやっていかなきゃいけないといったことが、国とも政策とかなり近い関係でやれてきているということは非常にありがたいことだというふうに思っています。それから右の青いところは、今年度やっているテーマです。テーマの詳細についてはちょっと割愛させていただきます。それで、先ほど申しました内閣府のやっている SIP10 プログラムのうち、7つが採用されているとか、実は推進テーマをやっている中で推進の中心となった先生であったり企業のメンバーであった人間が、この実は PD というプログラムディレクターですかね、プログラムディレクターに就任して4名が就任しているということで、企業が集まって手弁当でいろいろやった結果が、こういう形で、国の大きな予算をいただいて、新しいプロジェクトを展開する、やった人間がそこにこう入って頑張っていくということで、非常にいい活動になってきているというふうに思っています。でここにはやはり科学というものがそのベースにあって、それを我々が大事にして、産業界がそれを何らかの形で出口にして、社会にこう貢献していくという役割を担っているんだということを強く感じています。
続きましてちょっと富士通の宣伝をさせていただきます。ご存知のように、ずいぶん古くなってしまいますが、 K コンピューターという、世界で一番速いコンピューター、今4位になっているんですけど、作りました。で、いや、自慢をするということではなくて、この下に書いてありますけど、これは実は赤い箱がですね、ラックというもんで、この中に100個以上の CPU が入っていて、これが800個並んでるんですね。8万個で、8万個の CPU っていうのは、割長とか奥とかみんな平気で言うようになったんで、8万の凄さが分かってないので、ちょっと申し上げますと、100年持つコンピューターを作ったら、そのコンピューターは、3万6500日持つということ。3万6500日に1回ぐらいエラーがあるコンピューターが100年のその信頼度を持っているというんですけど、3万6500日に1日壊れられると、日に1日壊れられるということ、1回は壊れるということはですね、8万個あると1日に何個か壊れるということを意味しています。そういうことで、これは壊れても祝祭して動くようにできてますけど、この K コンピューターは1日では壊れません。1日以上の寿命を持っています。そういう意味ですごいここにテクノロジーと信頼性を放り込んでいます。それから右に書いてあるメッシュトーラスというのは、これは IEEE の論文として採用された、きちんとしたこうサイエンスに基づいて、これは自分たちでこの論文出してるんですけれども、それに基づいてこの8万個のコンピ CPU がつながってないと、これ動かないわけです。一つの全体のシステムとして、これを全部つなぐとすごい天文学的な数字になるので、適当にサボりながらつないで、しかし最適なつなぎ方をやるということをサイエンスに基づいて、やっています。で、このようにこれを作るにもすごいサイエンスがいるということと、もう一つは利用者、理化学研とこれ共同でやらせていただきまして、今理化学研の神戸にあるわけですけど、そこに利用機関というところに書いてありますように、大学それから企業、いろんな方々が使っていただいて、でこの場が実は大学であったり産業界であったり、いろんなステークホルダーのまた新たな研究の材料になっていくということで、非常に重要なことを我々はしている。これも一つの場なのではないかというふうに考えています。スパコンの領域っていうのは、ここに書いてありますように、電子機器、医療、航空機、非常に社会に役に立つことに使われています。気象や災害の予測シミュレーション、災害が起きるとなぜ事前に防げなかったかということを非常に悩みます。我々できるだけこういうシミュレーションを通して早く早く社会に役に立つようにしていきたいというふうに思っています。医療のところに心臓の絵が書いてありますけど、今ある東大の先生がやられているシミュレーションはですね、心臓の弁と血流と筋肉のこの3つをシミュレーションしようとするとですね、実はこの K コンピューターを使っても11時間心臓の1拍にかかります。ですからもしこれを100倍速くすれば、1時間100倍ということは1時間1分ですから、分のオーダーに、何十分のオーダーに持っていけるということをするのが、次のエクサコンピューターがいる。それでやっと数分で一泊です。これでも十分な意味を持っているんですけれども、やはりそれがどんどん速くなれば、リアルタイムで、やれるようになると、ここにまた新たなイノベーションが起きてくるということで、我々もその ICT の業界として、上を極めていきますけれども、これを使われる先生方に、それをうまく利用していただいて、社会に役に立つものにこう還元していっていただけたら、非常にうれしいという思いを持っております。最後になりますけれども、もう一つうちの会社ではクラウドでアキサイといういわゆる農業クラウドというのをやっています。でこれは、はっきり言って今はかなり実証的な要素がかなり強いというふうに思っています。もちろんセンサー、モバイル端末、現場にあるものをいかにこう取り上げていくか、最近IoT という言葉で、これが一つの、新しいイノベーションになってきておりますけど、それから、集まったセンサーから集まったデータを、ビッグデータとして処理する、先ほど加納先生、言われておりましたけれども、データビッグデータだけではダメで、それから何の価値を生んでくるか、そこにナレッジのところ、こういった IoT、ナレッジ、ビッグデータというのは今情報では3つの大きな柱だというふうに思っています。でこういったものが全てこううまくいくことによって、実はこのアキサイというものの価値が本当に出てきて、日本の農業を強くして、で第一産業を強くす、で日本を強くしていくということにつながっていくんだというふうに思っています。我々の先ほど企業は収益を求める団体だと言いましたけど、私はそう思っていません。企業は社会に貢献することによって従業員を維持するために収
収益を上げている。だから収益が目的ではなくて、目的があって それをやるために収益を得ているというふうに強く思っています。まあ、そういう思いで科学と深く関わっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。やはり産業界の立場でですね、科学と社会ということを話していただいてもですね、いろんな場がもうできていて、でそこでリアルな動きがあるというのが分かってくると思います。でこの話もどんどん突き詰めていきたいんですけれども、まず先生方の話を聞きたいと思うので、次原山さん、政策サイドの観点も含めて少し聞かせていただけませんでしょうか。時間も短いのにダイレクトに中身に行きます。本日のこのテーマっていうのがあなたと作る、まさにこれがミソだと思います。であなたは誰かというと、私であり、科学者であり、産業界の企業の方であり、ジャーナリストであり、また子どもであり、普通の人でみんななんですね。でそれをエンゲージするということが、これまでのサイエンティストがサイエンスをするというクローズな世界から一歩踏み出したことを提言している。まあ、それをいかに仕掛けていくかというのが難しいところで、これがミソだと思います。で作るという言葉なんですね。でいろいろとこれまでそのサイエンスコミュニケーションというキーワードが出てきました。でその中に対話という言葉も出てきますけども、それにとどまってないことをここでは言っていると私は理解しています。であなたと作るということは共同作業して何かを積み上げていくということをしましょう。まあ、それに向かいたいという意思が表れているというふうに、理解します。で作るものは何か、先ほど目的がなくちゃいけない。その一つがサイエンスであり、また社会であり、社会の中にサイエンスがあって、サイエンスがドライブする社会かもしれないし、先ほどアンナが言ってたように、必ずしも全てはピーターが言ったんですけども、必ずしも全てが理想通りに行くわけではなく、悪用する人もいるわけですね。意図しないけれどもそういうこともあって、その辺のところ初めから織り込み済みで議論しなくちゃいけない。そのためにはそれをプロモートしているサイエンティストだけでは自分がやりたいことを目的とするわけだからバイアスがかかるわけです。でそういう意味であなたと一緒に作る。で社会に関してもなかなか受け身のところがあるわけですね。私は社会の一コマであって、その中でサイエンティストかもしれないし他のことするかもしれない。でも動きをすれば変わる可能性がある。その代わりのドライブとして、まあ、一つは科学ってものを使うというのが一つだと思う。でその辺のところは学校で教えてくれない、でなかなかそういう発想に至るということは自然にはいかない。であればどこかがきっかけを作らなくてはいけない。そのきっかけはやはり仕掛ける人がいて、仕掛ける場があって、それが自然として広い運動になることが望ましいんですけども、やはりドライブをかけなくちゃいけない。で例えばここのアゴラっていうのが、まあ、必ずしも一番のフィットするかもしするものかわからないんですけども、トライアルとしては価値があると思うんです。でこれまでの取り組み、さまざまなことがあって大勢の方がいらっしゃって、ですけどももう一歩、例えば具体的な話何かするといえば、例えばですよ、ここの場っていうものをアイデアファクトリーにすると。でアイデアファクトリーっても既存の概念の中の延長線である必然性は全然なくて、持ち寄ってきてぶつけ合って、何こういう可能性があるんじゃないかっていうことを提言していくと。それは別に完全なサイエンティフィックな、先ほど岡野先生がおっしゃったような論文ベースのアプローチじゃなくていいと思うんです。飛んでるんでいいんです。でもそれを具体的に持ってくることができる人がいるか、そこに集まってきてやってもらう、それがサイエンティストの仕事になると思うんですね。何かというと、ハイポテティスをどこに求めるかというと、今までの延長線でやっちゃう傾向があるわけですね。そこから飛躍するかもしれないけど、その世界にとどまっている、壊す、それをする場っていうのが欲しいなっていうのがあります。そしてもう一つなんですけども、これは未来のっていうのが、これからのっていうのがありますね。英語版だとフューチャーになってるんですけども、これも鍵だと思います。で何かというと、未来は誰のものっていうと、私の世代はもうおしまいになるんで、次は若い人たち、子供、孫、その次の世代の人たちです。その人たちがやりたいことをもう発散できるようなアイデアですよ、その力の話じゃなくて、インテレクチュアルに発散できる場っていうのがあればいいと思うんです。そのためにはゲームチェンジャーとなりそうな人たちがショーアップできるような場が欲しい。例えばですね、東西のブロックが壊れた時、ベリンの壁が落ちたわけですね。あとドイツで何やってるかっていうと、シンボリックなんですけれども、壁を落とすという
毎年毎年イベントやったりですね。そこでは何かというと、世の中社会にいろんな壁があるんです。それを一つのどの壁を落としたいか、でその壁を落とすやり方は何をするかっていうことを若い人たちにチャレンジして、チャレンジさせて、何人かスクリーニングかけた人たちに集まってもらって発表してもらって優秀賞を出すんですね。非常にエキサイティングなんです。世界中から人が集まります。そういう場っていうのを、まあ、ちょっとコピーしちゃいけないんですけれども、日本のこのアゴラでできたら素晴らしいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。アゴラの場でみんなで共同作業しようと、でサイエンス社会変えていこうと、でアイデアファクトリーをどうかと、それから次の世代に渡すバトンを作ろう、壁を壊そう、これもこのまま続けて話したいぐらいの下なんですけれども、ここまでですね4人のパネル室の方の意見を聞いて、グルクスマンさんのお話も聞いてみたくなったんですけれども、社会と科学が関わる場などの話も含めてですね、ここで一言いただけませんでしょうか。 Well, I think as each of these panelists has said and Yuko's just emphasized, there are multiple components. There's industry, there's the public, there's young people, there's old people, there are disenfranchised people, there are people who are well engaged in science, and there's governments which represent all those stakeholders, and there's the science community. Part of the problem, as I tried to say in my speech, is I don't think scientists have yet realized what this change relationship means. And I think one of the things I said in the opening address I gave the International Council of Science Congress a few weeks ago was, we need to increase the amount of civics that young scientists get in their education. We have a narrow view of a lot of concepts. So take the concept of risk. And risk is really important in this discussion, because we're talking about new knowledge, new technologies, and societies have to decide whether to use them or not use them. Risk to most scientists is put into concepts, in actuarial concepts. We do it numerically. We say there's a risk of 1 in 100 or a risk of 1 in 1,000,000, and that means something to a scientist. But risk means entirely different things to the general public. It's an emotional concept. It's a perceptional concept. We're a long way from that. And then if you think about risk to a politician, the risk to them is their electoral situation, their perception of what they think the public perception and the public response will be. And risk to a company is something different again, and again comes back to a different set of things. Now, I emphasize risk because I actually think when we come to the issues that are in play here, it's about, does science create a risk to society, or does science create a benefit for society? And how that dialogue has happened. So we have to understand these different concepts and take our scientists into a different way of talking and engaging at the beginning of technology, as Anne Glover said in her presentation. We have to change our language. And that brings me to a point that I think several of the speakers made, which is the natural sciences have not realized the importance of the social sciences. And we need the social sciences to start looking at this relationship between the natural sciences and the different parts of the community. We talk different languages, the natural sciences and the social sciences. We have to become the tools of their inquiry so we can learn. I am struggling at the moment. We have a country, New Zealand, which is very restrictive on genetic modification. But the techniques of genetic modification are changing. It's no longer about transgenesis. It's about changing one base pair by zinc finger nucleases or some other technologies. Is that genetic modification or not? These are the kinds of complex issues that society is going to have to engage in. And we're not very good at knowing how to engage with society on them. これも本当にこの後、まあ、今日のこの時間だけでは足りないんですけれども、コミュニケーションのやり方をですね、作っていかなきゃいけないと。若手の研究者がもっと社会と関わるやり方、テーマをどうするかというのは、いろんなこう広がりのある示唆を今いただいたと思うんですけれども、実はですね、今日こういった、社会と科学の関係を考える場の世界のグッドプラクティス、
さっき冒頭に紹介がありましたけれども、AAAS の CEO のアラン・レシナーさんいらっしゃってます。そして欧州からはユーロサイエンスの事務局長のピーター・ティンデマスさんもいらっしゃってます。で、あまり時間をかけていたことはできないかもしれないですけど、ぜひですね、グッドプラクティスやお二方からもですね、今の議論の続きでコメントをいただけないかと思うんですけども、レシナーさん最初にお願いしていいですか。Okay, that's me. Good, well, I'm delighted to be here, and let me just make a couple of observations on the morning's discussion, if I may. First of all, there was tremendous convergence in the messages from the various speakers. The one group that we didn't pay enough attention to are the journalists. That is, that really what we have to bring together in the Agora, in any kind of forum like this, is the public, the policymakers, the scientists, and the journalists. And I'll speak more about that this afternoon. The other thing that I was very struck by is that there are new words that you hear all the time in these kinds of discussions that we haven't been speaking about so much. The word trust. Trust and integrity have become far more important than they were 5 years ago. And that's a major change, at least in my experience within the scientific community. The second new word is reproducibility. Reproducibility was not an issue 3 or 4 years ago. As you know, I published the journal Science, and we are now obsessed with the issue of reproducibility and what the role of journals are in working on that. The third word is the word convergence. And today, Dr. Gluckman more than once made reference to the need to integrate considerations of the social sciences in these kinds of discussions. Well, there's a growing trend within science. We used to call it multidisciplinarity, but now what we mean is the integration of sciences. And the term being used is convergence of various disciplines. So I think the message from that is how rapidly the playing field is evolving itself. And as we think about these kinds of issues, we have to be flexible, we have to be open to understanding the changing landscape in which this is occurring, and occurring very rapidly, and attend to the issues of the day as well as the broader ones. I think I'll stop. ありがとうございます。おそらくこの会場にも高橋さん以外にジャーナリストの方いらっしゃると思いますし、これから声をかけていくのが一つのステークホルダーということと、からトラスト、リブルデサビリティ、コンバージョン、それから社会科学と人文社会科学も入れた、分野融合というんでしょうか。これもですね、場ができた後何を作るのかというところの大変重要な方向だと思います。ではティンデマスさんお願いします。 Well, thank you very much, and again I also appreciate very much being able to be here in this Agora forum. Let me mention three points which are not different at all from what has been said before. That is just to underline what Alan said. We are living in a changing world. And that change is also pertaining to the science system. And I mean the way we have built up our science system, the way our universities work, the way our funding agencies work, the way our other institutions work, and all the different changes, all the different dimensions come together in the fact that we have to rethink to a large extent our science systems. And that's going to be very, very difficult because they are tied into a sort of locked mode all over the world. If someone changes and nobody else changes, that someone has a problem. So we'll talk more about that in the afternoon, I think. The second thing is about the social sciences. I very much underline that we must find ways of
bridging the links, the gaps between the natural sciences, the social sciences, and the humanities. Let me relate one example. I was in a meeting in Brussels a couple of weeks ago, and there was the CEO of Ericsson, the Scandinavian company, for Belgium and Luxembourg. And she was saying, look, we are being looked upon as a technology company. We are a people's company. We don't sell products, we sell services. And so we have to understand people. We don't have to understand technology. That's a simple thing. We have to understand people. So we have all sorts of people in our company, no longer just a technologist, because we have to understand what people want, what people don't want, how people perceive things, how people behave, what they really want. That's what we have to do as a company. And that's a totally new perspective, which we all, also the scientists, have to learn about. And that relates to the third thing. The politicians, the public at large, they look very much differently to science than they did, Alan said it also, 5 years ago and certainly 10 years ago. And that is something which we have to understand. We don't simply have to say, well, they're right, but we have to argue, to discuss with them, to see how we can together make progress. Thank you. 大変ありがとうございました。あの、世界が変わってると。だから私たちの科学システムも今変わらなきゃいけないと。で、ずっとこの議論を聞いてると、変わるための鍵として、ソーシャルサイエンスとヒューマニティ、人文社会科学もやっぱり出てくるように思います。あ、どうぞ。いいですか。あの、日本学術会議というのは、あの、ソーシャルサイエンス、人文科学も含んだあの学術会議であるということをとても自慢されるんですね。で、世界の、あのアカデミーって自然科学中心のところが多くて、普通は含まれていないんだと。ところが日本学術会議はあの第一部からあの第何だっけ、まあ、とにかくあの全ての分野を含んでいると自慢されてるんですが、じゃあ実際にその分野間 の, あの共同作業がうまくいってるかというと、私が見る限り決してそうではないと。で、実際にあの学術会議の中で議論されている方 の, あの本音の話を聞くと、あのなんていうんですかね、その彼ら自身が理系と文系の壁の厚さを感じていて、言ってることが通じないとか、くだらないことを聞いてくるとか、あの本質的な議論に行かない前であの終わっちゃってると。それまさに先ほどおっしゃった言葉が通じないっていう、あの言葉の定義がそれぞれで違うから何言ってんのっていうことで終わってしまうっていうようなことになっています。で、私がちょっともう一つだけ言いたいんですけど、あのデンマークであの、あのコンセンサス会議というのを始めたのがデンマークっていう国で、で日本でもちょっと それを取り入れて、来ているんですけれども、そのコンセンサス会議というのはどういうものかって取材に行ったときに、それをやってるのは社会科学者なんですね。社会科学者が社会 の,、まああの意思決定っていうのはどうやったら一番うまくいくかっていうのを研究の一つとしてコンセンサス会議というのを捉え、その実践のための作業はあの大学院生があの研究しつつ、まあ、あの実務活動、実動部隊として働くみたいなシステムで、非常にこじんまりとした組織であのうまく回ってるんですよね。あ、なるほど、こういうふうにやってるのかと思ったんですね。で、日本にもコンセンサス会議導入されました、真似して導入しました。でも全然そういう社会科学の研究の中にうまくそれをインボルブして、若い世代が経験してそれを次に伝えるっていうようなシステム何もできてなくて、まあ、政府がお金出してくれた時だけやりますっていうようなね、これが日本なんだよなってちょっと本当にあの思ってますので、ぜひこういう場で議論して変えていきたいと思います。すいません、あの学術界で若手の代表でもあるらしい、今日あの生物学的には40ですからあまりもう若手じゃないんですけど、まあ、あのこの界隈で若手なので、ですね、でその観点から申し上げると、日本学術界に若手アカデミーというのができて、であの前期までの副代表をやってたのと、あとあの世界の若手アカデミーというのもありまして、それ の, あの今役員もしてるんですけど、まず日本学術会議のアカデミーの中でも社会科学あるいは例えば哲学の人ですね、私みたいな医学の人とみんないっぺんに今入ってきたの で, でその中で、背負ってるものが少なければですね、つながれるということは非常に感じました。
いろいろ背負うものが増えてくると難しいかもしれませんから大丈夫で、まあ、それは一つ下目の世代を使ういい方法ではないかというふうに一つ思っています。であと、世界の若手がアカデミーの方は、こちらは選抜制を敷いているんですが、そうすると何でエクセレンス大丈夫かを測るかっていうところはなかなか難しくて、ナチュラルサイエンスの中では大体もうコンセンサスがあるわけですけれども、人文社会とそれがコンパラブルかってそうではないので、そこをどうしようかということは今大変議論になっていて、次のメンバーシップの選考の時にどうするかということを今検討中です。ですね、時間がありましてですね、最後にぜひパネリストの皆さんにアゴラに対するエールは言ってもらいたいと思ってですね、その時間を考えるともういくつかのコメントで終わらなきゃいけないんですけど、もし会場の皆さんですね、今までの議論を聞いてこれだけは言っておきたいとか、ここはまだ分からないんで確認しておきたいということがあったらですね、手を挙げていただけませんでしょうか。何かございますか。どうぞ。すみません、貴重なお時間なので端的になんですけど、サグルックマンさんにお伺いぜひしたいんですけれども、なんていうか、高橋さんが確か実績を出すことが大事と、誰かの行動を変えて何かが起こったということを多分成功体験として持つのが大事だと感じてるんですが、その首席顧問というお立場でそのリーダーであるとかデシジョンメーカーに直接お話をされて、実際にこう変わってこの役割があって非常に良かったというようなエピソードがあったらぜひ聞いてみたいと思いますし、もしそれが難しいのだったらなぜそこがやっぱりコミュニケーション難しいのかというところのコメントをぜひいただきたいと思います。Well, I think one of the problems we have is we have tended to overstate any individual bit of science as opposed to the collective value of science as a whole, because scientists have been terribly individualistic, battling for their individual research grant or the status of themselves, of an individual paper in Science or Nature or any other journal. And what I think is essential is that we get beyond that ad hominem approach and get to be more collective, to point out it is the body of science as a whole which allows things to emerge. And one of the ways that we small countries, the six small countries I've mentioned, are recommending to government is that at the start of the research enterprise, there should be a discussion with the science community involved as to the stories that might emerge and how they can document those stories before the research actually starts, so that we actually develop a compendium over time of impact. Trying to just do it on a purely econometric basis using metrics doesn't work. It doesn't work because governments are skeptical. They know that you can make so many assumptions to say that it's a 10% return, a 20% return, a 100% return on investment in R&D. Politicians like anecdote. They live off anecdote. So what I'm trying to do, and it's a difficult conversation, because scientists themselves haven't yet fully appreciated this changed relationship between science and community. We're no longer high priests telling this community what they need to know, and we choosing what science needs to be done. It is the community telling the science, the public are through the government and through themselves, now increasingly involved in the co-design, the co-production, and the determination of the areas that science does. So we have to work with scientists, active scientists, for them to understand that when they start off on a scientific endeavor, it's not producing the paper for Science and Nature that really matters. It's producing the anecdote and the story and the evidence that they have contributed along with their colleagues around the world to making the world a better place. ありがとうございました。もう時間来てんですけれども、あえてもう一問あれば受けたいと思いますけど、ありますか。よろしい。あ、どうぞ。Thank you for your presentation. I just want to make, I have an idea that I'm working as a research administrator right now, and I have experience in both social science lab and natural science lab. So I thought, why don't we do some breaking wall stuff between natural science and social science as like kind of phenomena?
kind of, you know, why don't you organize that kind of event? And then why don't, like, research administrator would be that kind of translator or interpreter between social science and natural science? The New Zealand government last year announced 10% of the science budget would go into joint research that would between the natural sciences and the social sciences in mission-led areas. The difficulty has been it has taken a long time and it has been a very uneven journey of getting the two communities to be able to talk to each other, to get beyond their individual perceptions, which are somewhat antagonistic to each other. They have pejorative views of each other's research. But we're making slow progress. And, you know, at the end of the day, how do you herd cats? You put tuna on the table. With the academics, you put money on the table. And what we're beginning to see is by saying there is money reserved for science, for activities that matter between these two domains, they're finally learning to listen to each other. なかなか頭が固まってから揉みほぐすってすごく大変なんですね。で、大学、まあ、中学、高校、大学、大学院、キャリア、なんとか、遅くなれば遅くなるほど揉みほぐすのが大変なんです。で、やはりやり方っていうのは、初めからそういう体験っていうものをなるべく早い段階からしていく。必ずしも理系と文系のこのディコトミだけじゃないんです。分野によってもあるし、またその日本の場合、国内と国外、言葉は全てなんですけども、ディコトミの世界に陥らないことを体験させてあげる。それが鍵で、その延長線でいけば、他の人の話を聞く耳も持つだろうし、自分でも説明できるランゲージってものを持つこともできるでしょう。でも体験なしに40代ぐらいになってからバサッと分野融合のプロジェクトを立てろって言われた時にどうします？皆さん。簡単なのは、理系の人であれば人文社会系の言って先生お願いします、このプロジェクトに名前を貸してくださいってなるんです。全く意味がないこと、まあ、全くとは言えないんですけども、それやること自体がやらないかいいんですけども、かといって本当にディベートできるような状況になるか、なんでなるべく早い頃からしてほしいというのと、そういうことをすることが言われてからやるんじゃなくてエキサイティングだという体験がないと意味がないと思うんですね。で、それっていうのは仕掛けてできるものじゃない、それが難しいところなんですけども、機会を与えることはできると思うんです。で、それを身にするのが本人の責任だと思います。もうこれで最後 のエールをお願いしようと思うんですけれども、もう一つキーワードを共有したいと思います。若い人ですよね、小学校も含むかもしれない、そういった人がこのアゴラの場に来るっていうのが一つ の方向性なのかなというのが、これも議論の中で出てきたと思います。で、もう時間が来てますので、すいません、他にもですね、パネスの皆さんの意見ですとか会場の皆さんの意見聞いた方がいいと思うんですけれども、時間ですので最後にですね、これからのアゴラに何を期待するか、一言ずつですね、コメントをいただいて終わりにしたいと思います。お願いします。多様性をつなぐ場、アゴラ一番いいでしょうね。はい、やっぱり我々子どもの時もその理科があり社会がありっていうふうにこう細かく分けていくっていうことをこうやってきた。だけど体験というのはあらゆるイシュー、あらゆる問題がやっぱりそのイベントに向き合うことだっていうことをやっぱりこのアゴラの場で知っていってもらえる。そうするとそこにそれがサイエンスであるか社会科学であるか、あるいは文学であるか、それは後から決めたテリトリーであって、ものはイベントは1個だと。だからそのイベントに向き合うということをこのアゴラの場がこう提供できるようになっていけば、そこに、まあ、実はサイエンスもあり、ソシアサイエンスもあり、あるいはサイエンス以外の、まあ、話も出てくるので、そういうことに触れることがやっぱり新しい時代をこう作っていくことにつながるのではないかという気がします。ちょっと喋りすぎちゃったんですけれども、確かに若い世代とおっしゃったのは、私トリプルエースに行ってもびっくりしたのは、地元の高校生が普通に聞きに来てるんですよ。だからこのアゴラだっていつもここでやるっていう問題点が一つありますけれども、セッションによっては
あの地元の高校生がフラッと聞きに来るっていうようなものがあって叱るべきだと思いますし、例えばあれ何人かが連れ立ってきてるから、あの何なんですか、クラブ活動の一環なんですかね。私がたまたま出たのはあのテレビゲーム の是非をあの議論するセッションだったので、もちろん彼らも関心があるし、話すあの講師も非常に高校生にも分かりやすく話して、議論も活発だった。ああいう感じも一つあのアゴラに求めたいと思います。もうエールを送っちゃったんですけど、最後に一言、あの、まあ、自分が食べ慣れてる食事じゃなくて違う味を味わうことができる場にしてほしいだけです。The more diverse the discussion, the more public the discussion, the more stakeholders that are engaged, the more we will make progress. We will make that not just by doing it within countries, but across countries. We will do it by different devices, in different contexts. But, you know, frankly, Japan has had more discussion and been more engaged than many societies on these issues. And you should not flagellate yourself, you should actually congratulate yourself on the amount of influence that some of the dialogue that the Japanese science policy community have had, particularly since the Fukushima disaster, how influential it's been on thinking around the world. People like Arimoto and Hariyama are having enormous, enormous effects on the way many of us think around the world. So congratulations for what you're already doing. And as you broaden out and think of these other ways and forums where you can encourage more different parties be engaged, not necessarily all at once, but repeatedly in different ways, progress will be made. It won't be easy. It'll be difficult because we all come from, you know, there's very different perceptions, as Anne Glover said, about what science is and how is it good, is it always good, is it sometimes bad, is it always bad, are scientists too arrogant, trying to tell the world what it should believe in. This is all stuff we have to deal with. We have to deal with religious belief, cultural belief, custom, tradition, different cultures. This is all important. We cannot just reject it. The fact that because it's not empirical, that it's not important to people in their lives. We have to get beyond scientific hubris and truly listen to them out there. I congratulate you. ありがとうございました。あのこれで終わらなければいけないんですけど、最後にですね、パネリストの皆さんに拍手を送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。あのパネリストの皆さんは席にお戻りください。あのそれではここでサイエンス侍の開会宣言についてあのどうも開会宣言というのは男がやるものではなくて女神がやることになっているということですので、あの私どもの機構におきましてサイエンス侍を担当しております執行役渡辺美代子より開会宣言をいたします。あの女神ではないんですけれども、あの開会の宣言をさせていただきます。あの宣言の前にちょっと一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。あの今日の、お話を伺って、本当に社会と科学の関係を考えるというのは決して簡単ではなく、あの単純なことではないんですが、実に社会を変えるためには意義深いということは皆さんと共有できたかと思います。あのサイエンスアゴラっていう言葉についてちょっと一言申し上げたいんですけれども、あのサイエンスというのは皆さんあの、数えられないアンカウンタブルのサイエンスとカウンタブルのサイエンスがあるのはご存知だと思うんですけれども、実は私はその意味を最近よく知りました。あのアンカウンタブルのサイエンスというのは、まあ、広い知識あるいは、人文科学や社会科学も含めた広い意味での学問を示しますけれども、カウンタブルのサイエンスというのは細分化された科学を示すということで、さてサイエンスアゴラのサイエンスはどちらでしょうかということになります。それからアゴラというのも広場というのは皆さんよくご存知だと思うんですけれども、これもその市場という意味の広場と、それから多くの方が集まって議論する場という両方がありますが、さてこのアゴラはどちらを示すのでしょうかと。で私もですね、実は議論して早急に答えを欲しいなと思うんですけれども、
多分答えを得ることが一番大事なのではなくて、ここに参加していただく多くの方々と一緒に考え議論し、そしてこれからの社会を作っていくと、多分それがすごく重要なことだと思います。ということで、そういう場というのはですね、実はこの未来館、ここで今日開会をするというのはとても意味があることで、未来館は日々こういうことをやっているという、本当にこの場で、サイエンスアゴラができることが大変ふさわしく嬉しいことだと思います。ということで、今年のサイエンスアゴラが、そういうきっかけの場になることを心から願っております。ということで、最後に、開会宣言をさせていただきます。今ここに、サイエンスアゴラ2014の開会を宣言いたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちましてサイエンスアゴラ2014が開幕いたしました。皆さんぜひいろんなセッションに顔を出して対話を深めていただきたいと思います。そして意義深い時間を過ごしていただきたいと思います。なお今日は開幕セッションいろいろ盛りだくさんで、若干消化不良でまだ議論が足りないなと思うところもあったんですが、本日3時30分この会場で、この会場におきまして、先ほどレッシュナーさん、それからティンデマンさん、他海外のゲストをお迎えして、転機を迎える科学、社会、政策をつなぐというセッションを開会いたしますので、皆様ぜひお時間がある方お越しください。よろしくお願い申し上げます。登壇者の皆様、そして会場にご参加の皆さん、ありがとうございました。